新たに1622人が感染です東京都は今日新型コロナの感染者が新たに1622人確認されたと発表しました先週の日曜日より76人増え2日連続で前の週を上回りました重症者は4日連続で報告がありませんでしたまた4人の死亡が確認されました